おい、ガキども。これはどういう状況だ。どうも、のいちです。はい、今日はですね、はい、ドーマの声優予想をしてみました。無限列車編でドーマが出てくるかどうかわからないんですけども、多分出てくると思われます。上限の2ですね、ドーマの声優予想をしてみました。ということで、ランキング形式で5位から発表していきます。ということで、よろしくお願いします。では行きましょう。第5位は、小野友樹。ところで、古城の体から君の血と同じ匂いがするんだよ。はい、ということで、この方はですね、銀魂の将軍様だったりとか、黒子のバスケの加賀見大輝というキャラを演じております。はい、ということで、結構声がかっこいい方ですね。いや、このドーマというキャラクターはやっぱり、イケボ風の方が多分選ばれると思うんで、結構これは5位から1位まで全員あり得るんじゃないかなと思っております。では行きましょう。第4位はですね、遊佐浩二さんです。すごいすごい、雑技団に入ったら一躍スターじゃないの。おお、ということで、弱虫ペダルの御堂筋だったりとか、ブリーチの10銀というキャラを演じております。いや、この方もありそうですね。ということで、第3位いきましょう。第3位は小野大輔。私がスター？とんでもない。私はあくまで執事ですから。いや、これはあるでしょ。うん、これはあるでしょ。聞いただけでめちゃめちゃドーマっぽかったよ。うん。ってことで、この方はですね、ジョジョの奇妙な物語の、空城城太郎だったりとか、サイキクソの災難の粘土力のキャラを演じております。ということで、かなりありそうですね。では行きましょう。第2位行きましょう。第2位は神谷博史。おい、ガキども。これはどういう状況だ。ということで、これ結構有名なワンピーストラファルガーローだったりとか、進撃の巨人リヴァイのキャラを演じております。で、この方はですね、前回やった赤座の声優ランキングにも入っていますので、さあ、どちらが来るかというところですね。はい。こっちの方が順位的には高いんですけども、赤座にも入ってるという、まあ、やっぱどっちが来てもおかしくないという結構有名な声優さんでございます。ということで、第1位いきましょう。第1位は、宮野守。ようこそ、おいでいただきました。ところで今回は、どうされたのでしょうか。で、この方が演じてるキャラなんですけども、デスノートの八神ライトだったりとか、化け物のこの映画で出演しておりますという方で、結構有名な方です。はい。でね、僕個人の予想なんですけども、これめちゃめちゃ来ると思う。だってもうこの声をもう聞いた時にですね、ドーマの顔が浮かんでしまうと思ったぐらい、本当にドーマのイメージにめちゃめちゃ近いのかなと思います。なんでね、来る可能性がめちゃめちゃ多分高いと、思います。はい。なのでね、まあ、この中のランキングの誰かが、当たることを僕はね、祈るんですけども、まあ、特に、まあ、宮野守さんだったりとか、小野大輔さんが結構近いのかなと僕は思っております。この中から当たることを祈ります。はい。皆様はどう思われましたでしょうか。皆様の予想とか、ぜひぜひコメントでよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。